皆さんこんにちは。本日の動画では脈なしから脈ありに大逆転する方法について解説していきたいと思います。あなたがすでに知っている方法も含まれているかもしれませんが、初耳な方法も出てくるかもしれないので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。大逆転の方法を紹介する前にちょっとお話があります。突然ですが、あなたは一目惚れをしたことがありますか？一目惚れっていうワード自体は誰でも聞いたことがある有名な言葉ですけど、実際にしたことはないって話を私自身よく聞きます。ほとんどの場合、人は漫画や映画のように突然恋に落ちません。興味がない状態から徐々に好きになっていったり、友達だと思ってたけど好きになっちゃったり、悪い人じゃないなくらいに思っていたところから少しずつ好きが生まれていったりと、気持ちの変化があるものなんです。つまり脈なしから脈ありに変わるということ自体は当然ありえない話ではないんですね。もちろん初対面で 100% なしと思われているなら希望は持てないでしょう。ただなしの幅もありの幅もそれぞれものすごく広いんです。例えば友達として好きだけど恋愛対象ではないとか、まだ全く関心を持っていないとか、生理的に受け付けないとか、それらは全て質が違うけれど一言でまとめれば脈なしです。だからありよりのなしなら付き合える可能性は十分ありえるんです。大逆転なんて大げさな言い方をしてますが、そもそもあまり難しいことでもないという可能性を理解しておいてください。では詳しい内容に入っていきましょう。脈なしから脈ありに状況を大逆転させる方法を紹介していきます。1. 安心させる。脈なしでも女性があなたに相当な不信感を抱いていたらお先真っ暗になります。どういう人なんだろう、わからないという程度なら、ある意味知りたいと思ってくれていると解釈できますから前向きに捉えられるんです。でも無理、信じられないとか、ありえない、関わりたくないくらいに思われてしまっては恋愛関係にはなりえないんですね。脈なしだとしても安心できる存在かどうか確認してみたいと思われているレベルなら、あなたにはまだまだチャンスがあります。実際に安心できる男だと証明すればいいだけなんです。どう証明するかというと、有言実行するとか、友達の口コミを使うとか、突然距離を詰めないで体目的ではないということを証明し、あくまで健全な男をアピールするというような方法があるでしょう。表情も暗いと怖がらせてしまうので、目を見て柔らかい笑顔で接するようにしましょう。大きい声も印象が悪くなるので、落ち着いた低めの声を意識しましょう。 2. 友達とは言わないけど友達のように仲良くなる。親友と恋人って紙一重だと思いませんか？好意があると思ってたら実は親友だと思われてたってパターンもよくありますよね。だからこれを逆手に取ると、友達とは明言していないけどめちゃくちゃ仲のいい友達っぽくなるというのはとても有効な方法なんです。仲がいい友達っぽくなれば弱音も吐いてもらえるし、休みの日も一緒に遊べるし、 LINE も気軽に続くし、恋愛トークだってできちゃいます。ただ友達と言ってしまうと完全に女性の意識も友達関係で固定されちゃうので、何も言わずにいることが大事です。女性の方が、私たちって友達？まるで付き合ってるみたいだけど、そういえばどういう関係なんだろうなんて考え出すくらいで OK なんですね。友達になくて恋人にあるもの、それはドキドキ、ムラムラです。親友のように仲良くなりつつ、ドキドキとムラムラを少しずつ与えていけば完璧なんですね。ちなみに急にドキドキさせるような発言や対応をしても惹かれますから、優先事項はまるで友達のように仲良くなることですよ。 3. 一緒に楽しめるものを作る。まるで友達のように仲良くなるためにも、一緒に楽しめるものが一つでもあると楽になります。趣味が同じっていうのはよくあるパターンですよね。他にも海外旅行で行ってみたい国が同じとか、遊びに行きたい場所が同じとか、一緒に楽しめるお酒が同じとかでもいいんですね。例えば絶叫系を一緒に乗れる人が他にいないの、〇〇さん絶叫系乗れる？なんて女性に言われたら絶好のチャンスなんですよ。女性は他の誰でもなくあなたと絶叫系に乗りたがりますから、その座をキープするしかないですよね。そしてそうやって関われるポジションを作っておけば、友達のように仲良くもなれるし、脈ありに近づくチャンスがどんどん大きくなるのです。 4. 少しだけ他の人より優しくする。明らかに特別扱いをしてしまうと、見ている周りも不快に思うかもしれないし、されている側の女性も申し訳ないとか、ここまでされる意味がわからないなんて思ってしまうでしょう。でも好きな人相手だと他の人とは違う接し方になるのが当たり前ですよね。
だからやっぱりほんの少しだけ周りの人と差をつけて優しくするといいんです。困っている時には助けるし、細かい変化にも気づいて褒めたりしてみましょう。そうやって優しくされると、女性はなんで優しくしてくれるんだろうと少し気にし始めます。君だけが特別だからなんて言いながら優しくしてしまうとバレバレだし重いですが、何も言わずに優しいから他の人にも同じなのかな、私だけなのかな、なんて女性は気にしてくれるんです。優しくして好きにさせるなんてずるいと女性には言われそうですが、別にずるいだけで犯罪ではありません。なんなら友達だって好きなら優しくしますよね。二人きりの時に親身に話を聞いたり、誰かに嫌なことをされていたら守ったり、少しだけ強く意識して優しくしてみましょう。5. 基本不快になることは言わない。好かれたいのならこれ以上嫌われることは避けていかないといけません。時々ネガティブになる悪い癖が出る人は多いと思うので気をつけていきましょう。つい周りの人の悪口を言ったり、悪い部分に気がついてしまった話を女性にわざわざ聞かせたり、誰かを下げながら彼女のことを褒めるなんてことは NG です。ただもし相手女性とものすごく仲良くなっているのなら、あえて意地悪なことを言うのはありです。例えば相手の女性が食べきれない量の注文をしてしまう人だったとしましょう。そしたらあなたが彼女に、なんでいつもこんなに頼むんだよなんて怒るんですよね。場合によっては、この前も食べきれなかったよね、覚えてない、記憶喪失なのくらいに言うかもしれないけど、これもありなんです。そしてその後に、ま、俺が食べるからいいんだけどとか、俺じゃなかったら呆れられてるよなんて付け足すんですね。これはつまり、俺はそんな君が結局好きだよとか、君が一緒にいられるのは俺くらいだよっていうのを伝えるやりとりになるんです。ここまでの一連の流れが成立する中なら、不快になりそうな意地悪も言って大丈夫だし、なんならもうすでに両思いかもしれません。もちろんふざけたことが言えるのは相手の女性が本気で楽しんでいる場合のみです。内心切れてる場合もあるので、無理に実行しないでくださいね。6. 一度断られてももう一度誘う。おそらく脈なしだろうからまだデートに誘ってないんですという男性は、ここまでの作戦を実行しつつ距離を縮めて、今度こそ二人きりの食事やデートに誘ってみましょう。またもしかしたら過去にデートを断られて完全に脈なしだと分かっているけど諦めきれないという人がいるかもしれませんが、そんな人もやはりもう一度誘ってみるという姿勢が大切ですね。たった一度だけ誘って断られて、それで諦めるっていうのは少々残念なんです。その姿勢を女性は、それほど私のこと好きじゃなかったんだとか、結局誰でもいいんじゃないと評価します。その程度の男性にホイホイついていく暇な女性ばかりではないので、何度もチャレンジするという姿勢が実はネックだったりもするんです。ただ3回はっきり断られてるのにまだ誘うとなると、さすがにしつこいと嫌われます。ストーカーだと言われても困るので、一度断られてももう一度だけ誘ってみるという程度にしておきましょう。二度誘われた女性はさすがにあなたのことを気にします。二度も誘って相当私のこと好きなのねといい気分にさえなります。案外これも女性にとって有効な刺激になるので、二度は必ず誘いましょう。以上、脈なしから脈ありに大逆転する方法をご紹介しました。いかがでしたか？諦めなければ理想的なゴールにたどり着けるという明るい展開は必ず存在します。ただ本当に嫌がられているのにしつこくつきまとっても、あなたの人間の質が落ちるだけですから、本当にごめんなさいと言われているのなら潔く心を切り替えましょう。あなたがまだ出会っていない女性はたくさんいます。明日素敵な女性と出会えるかどうかはあなたの行動力にかかっています。前を見て進み続けてくださいね。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。